およびアメリカ合衆国に存在する大規模なギャングのことである一般的には ms マーラ ms マイナス13などと呼ばれているカリフォルニア州ロスアンゼルスのピコユニオン地区にてエルサルバドル内戦後に 内戦から逃げるために難民としてアメリカに移民したエルソルバドル人たちの戦争孤児たちによりおそらく1970年代後半1980年頃に結成された結成当初はヘビメタルを好みストーナー文化を好むナンパな不良集団であったという当初の結成の目的はロスアンゼルスにはすでにメキシコ系アジア系 アフリカ系などの他の人種によるギャング集団がおり、そのギャング集団からエルサルバドル人の移民たちを自警することであった。1990年までに正常不安定なエルサルバドルとグアテマラからの亡命者がアメリカに増加し多くの若者がメンバーになったとされている。組織メンバーは失業した元兵士の若者や元少年兵も多くいた。 1992年のエルサルバドル内戦、終結後に多くのメンバーが逮捕されたり、アメリカからエルサルバドル本国に強制送還された。強制送還されたメンバーの多くは、エルサルバドル本土を中心に、他の中央アメリカ諸国にも進出し、組織が拡大していった。組織はエルサルバドルを中心に、メキシコ、グアテマラ、ホンジュラス及びその他の中央、 アメリカ諸国出身者などで占められている。組織の内部はいくつかの排他的なグループや派閥があり、2017年の時点でアメリカ大陸に3万人の構成員が存在するとされる。組織メンバーには失業した内戦中、兵士だった若者や元少年兵なども多くおり、内戦終了後も不安定な政情や内戦の影響での経済の悪化や、 貧富の格差による貧困や失業などから組織に入る若者が増えているとされている。現在、マラ・サルバトル茶の構成員はアメリカ及びエルサルバドルだけにとどまらずメキシコ、ホンジュラス、グアテマラ、ベリーズ、パナマ、スペインなどでもその存在が確認されておりその活動が活発化している。犯罪組織としての活動は麻薬密輸。 ブラックマーケットにおいての銃の不法販売、不法入国、殺人の請負い、窃盗などを行い、さらには当局に対しても、抗戦的な活動を行っている。それをすべて取り仕切っていたのは、マラ・サルバトル茶の歴史の中で最も最悪と恐れられていた MK であった。MK は、アジアを中心に、麻薬、人身売買、銃の販売を行っていた。 組織のコミュニケーションのジェスチャーの一つに、人差し指と小指を立てて逆さまに表示されると、M を形成する、デビルズヘッドと呼ばれる手の記号がある。結成当初、マラ・サルバトルチャの創設者が、ヘビメタルのコンサートに参加した時、ヘビメタルバンドや、ヘビメタルファンたちがこの手のポーズのジェスチャーをやっていた、ことから、組織でもこのジェスチャーを採用してやるようになったと、されている。 組織のマラ・サルバトルチャの名前の語源の由来には様々な説があり論争となっているがエルサルバドルの首都サンサルバドルの通りのラ・マラとサルバトルチャの用語はエルサルバドル内戦のファラブンド・マルティ民族解放戦線の農民ゲリラの訓練への言及から由来するなどと言われているなおメンバーにはファラブンド・マルティ民族解放戦線の元農民ゲリラだったものもいる さらに、マラは、カリシェスラングのギャングを意味し、スペイン語で軍隊ありを意味する、マラブンタから取られている。また、エルサルバドルのスペイン語読みを意味するサルバドルと、中央アメリカのスペイン語の方言カリシェで警戒するを意味するトルチャの組み合わせの意味も持っているなど、示されている。なお、13とは、カリフォルニア南部のラテン系ギャングの連合体スレーニオスを総括する。 プリズンギャング、メキシカンマフィアに忠誠を誓う、組織の証である。組織型ヒスパニックギャングとの交渉を経て、成熟し始めた頃、メキシカンマフィアより服従家資家の選択を迫られた後、1993年にスレーニョスへと加入することとなったという。また、マラサルバトルチャへの加入を志願する者は13秒間がメンバーから、袋叩きにされる。 という儀式を経てメンバーとなる。エルサルバドル内でも他の組織との交渉は生じている。2019年12月14日には刑務所内で収容されていた構成員5人が別の収容者から襲撃を受けて殺害されている。同じくピコユニオン地区にて結成された 18th Street Gang とは結成初期は友好的な関係にあったとされるが現在では 高級的な対立状態にある。ありがとうございます。